ブルーノ・レイバーグはアメリカ合衆国のマサチューセッツ州のボストンを中心に活動しているジャズベーシスト、作曲家である。レイバーグはアメリカに拠点を移してから様々な有名なミュージシャンと共に録音そして演奏してきた。30以上のレコーディングに参加し自作アルバムも発表している。ジェリー・バーガンジー、ジョージ・ガゾーン、サム・リバース、ビル・ピアス、ダニー・マッキャスリン、 ビリーハート、ボブ・モーゼス、ミック・グッドリック、ベン・モンナー、ブルース・バース、ジム・ブラック、マット・ウィルソン、ボブ・ミン・ツァー、ジョン・メデスキなどと共に演奏した経験がある。そして、ヨーロッパをはじめ、アジア、北、南米、アフリカなどでのツアー公演をこなしている。また、ザ・ライフラインズ・カルテット、ブルーのロー・ベールグのネットや、アセオのバンドリーダーとして活躍している。 レイバーグの2008年に発表したアルバムライフラインズは数々の批評家から高い評価を受けている。アメリカで有名なジャズ雑誌、ジャズタイムズ氏の音楽批評家ビルミルコースキは率直な感想は仰天させられた。このアルバムの表現の深さ、驚きの程度は注目すべきものである。と語っている。レイバーグはボストンにある。 バークリー音楽大学で1986年から教授をしている。ありがとうございます。